今日も一日楽しかったな。いろいろあったけどよかったね。早く家でゆっくりしたいのだって。なんだか人だかりができてるね。警察さんもいるし、何か事件でもあったのかな。なんだか川の中を操作してるみたいなのだ。ちょっと話を聞いてみようよ。話しやすそうな人。いいけた。一体何があったのか教えてくれませんか。どうやら子供が流されて行方不明になっちゃってるみたいだよ。それはおかしいね。おいらここでいつも遊んでるけど、川底はすごく浅いし、流れもそんなに速くないから、溺れるなんてありえないけどね。水難事故怖いって思った君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。川の中で女の人が泣いてるのだ。もしかして行方不明の子供の母親なのかな。あんなにボロボロになるまで探してるなんてきっとそうだよ。なんだかオイラの方見ながらブツブツ言ってる気がするね。あれ、オイラの自意識過剰かな。今川の中で女の人が話しかけてる気がしたんだけどね。いや、確かにそこにいたよ。もしかして流されちゃったのかな。だけどどこにも流されてる感じはないのだ。一体今のは何だったのかな。また泣き声が聞こえるね。あの人も川の中に入っていったぞ。それも泣きながら一生懸命探してるみたいだね。あの人が流された子供のお母さんみたいだよ。ということはさっきの人は親戚か何かだったのかな。すごい仲いい親戚だったんだろうね。だけど突然消えちゃったし、なんだか怖いね。そう？オイラはよく遊んでるから普通の川に見えるけどね。でも流された子供も見つかってないみたいだし、何かあるんじゃないの。事件が解決するまで当面の間はこの川には近づかない方がいいかもしれない。最強ガビーンじゃん。まあまあ、これ以上ここにいても捜査の邪魔になるし、僕たちは帰ろうよ。明日から川で遊べないなんて、おいら寂しくてしょんぼりちゃうよ。家の前に公園あるからそこで遊びなよ。って、そんな急に立ち止まってどうしたのだ。いや、なんでもないよ。それなら早く帰ろうよ。そうだね、早く帰ろうよ。なに、変なバナオくんなのだ。ただいま。今日の夜ご飯何にしよっかな。とりあえず夕方のアニメ見ないといけないからテレビつけちゃうよ。これさっきの事件じゃない。裏の川で幼児が行方不明になったみたいです。一人で川遊びをしていた最中に流された可能性が高く、今も見つかっていません。現場の川は浅く見通しもいいため、警察は誘拐の可能性もあるとみて現在捜査中です。被害者の母親にインタビューしてみたいと思います。早くお子さん見つかるといいですね。何者かが関与してるということですか。それは一体誰ですか。泣く女の感情の方だよ。あいつが私の子供を連れて行ったのよ。生き延びたければ決して水に近づくなと身につけていたのに。急展開です。直ちに重要参考人として警察が捜査するみたいです。よかった、進展があったみたいだね。容疑者が捕まるのも時間の問題だよ。早く解決するといいね。バナオくんちゃんとお留守番してるかな。ただいま。バナオくん、そんなところでどうしたのだ。もうやめてよ。落ち着いてバナオくん、僕たちだよ。なんだ、召使いたちか。何かあったの。なんでもないよ。何を隠してるのだ。見ないで。見ないでって、バナオくんちょっとこっちを向いてみてよ。なんでもないよ。バナオくん、シュガースポットまみれじゃん。これはひどい。誰にやられたの。滑って転んだんだよ。バナナは滑りやすいからね。確かにいろんな意味で滑りやすいけど、転んだだけでこんなにはならないのだ。いろんな意味ってなんやねん。いやでも相当強い力でやらないとバナナはこうはならないぞ。人間で例えるなら骨折レベルなのだ。誰かに暴力振るわれたんじゃないの。学校でいじめられたの。なんでもないよ、ほっといてよ。あ、バナオくん、召使いたちには関係のない話さ。待ってほしいのだ。って、あれ、バナオくんもういないのだ。一体どうしたんだろう。何かあったなら相談してほしいね。
かしいな。もう夕飯の時間なのに。バナオくんが帰ってこないのだ。いくらなんでも遅すぎるぞ。様子がおかしかったのも気になるし、探しに行こうよ。だね、バナオくんが帰ってこないときは、一人で何か悩んでるに違いないのだ。急いで探さないと、もうすぐ夜になるぞ。だけどバナオくんどこにいるんだろう。確かあっちの方にいたはず。よし、すぐ行くのだ。だけどこの先は確か子供の行方不明事件があった川があるだけだよね。ここは見通しがいいからすぐ見つかると思うけど、嫌な予感がする。バナオくんどこにいるのだ。ってカッシーくん見てよ。なんだか様子がおかしいのだって。おいおい、冗談でしょ。今助けるから。よかった、無事で。驚かせないでほしいべ。ごめんよ、二人も濡れちゃったね。気にしなくていいよ。さあ風が吹くから早く家に帰ろうよ。あったかいご飯もあるのだ。二人ともありがとね。なに、お安いご用さ。困った時はお互い様なのだ。ごちそうさま。いや、今日はいろいろあったな。二人とも怒ってないの？バナオくんが無事でよかったし、怒ることでもないからね。だけど一人でこんな時間になるまで何をやっていたのかは気になるのだ。話したくないなら無理にとは言わないけど。何か困ってるなら相談してほしいのだ。でも話したら二人を巻き込んでるかもしれないよ。気を使うなんてバナオくんらしくないぞ。ポッピンズは三人揃えば何でも解決できるのだ。みんなは一人のために、一人はみんなのために、それがポッピンズだろう。そうだよね。そうだよ。じゃあ召使いたち、いや我がケレンたちに話すよ。乗ってきたのだ。実は昨日川で事件を見た時に、帰ろうと思ったら背後から話しかけられたんだよ。私の可愛い子を見つけたわ。誰だろうと思って川の方を振り返ったら、近くにあの女の人が立ってたんだ。早く帰ろうよ。そうだね、早く帰ろうよ。何何、変なバナオくんなのだ。その時は聞き間違いかと思って帰ったんだけど、今日一人でお留守番してた時にトイレに行ったら、あ、漏れる漏れる、トイレからあの女の人が現れてきて手を掴まれたんだよ。うわ、やめて、離して。バナオくんちゃんとお留守番してるかな。誰か助けて。トイレから女の人が。ただいまってことがあったんだよ。あの女の人がバナオくんを連れ去ろうとしたっていうこと。それで強く腕を掴まれたからシュガースポットになったんだね。どこから現れたのかもわからないし、人間離れした怪力だし、すっごく怖かったんだ。早く話してくれたらよかったのに。でもこんな話信じてもらえないと思って。友達の話は信じるに決まってるのだ。でも川ではこんな時間まで一体何をしてたの？本当は少し遊んだらすぐ帰るつもりだったんだけど、あれ、なんだか川の方から声がするね。誰か先客がいるみたいだよ。どこにいるのかなって。おい、おいらと遊ぼうよって近づいたら鳴き声が聞こえて、近くにあの女の人がいたことまでは覚えてるんだけど、その後から記憶がなくて、気づいたらカッシー君とマーちゃんに溺れているところを助けられてたんだよ。急に消えたり突然家に入ってきたり、バナオ君を掴む異常な怪力、あれは人間じゃないのかもしれない。きっと川でバナオ君は泣く女に体を支配されていたんだよ。それじゃあ昨日失踪した子供もあの人に？そう見て間違いないだろうね。オイラのこと私の可愛い子供って言ってたけど、全然知らない人なんだよね。話の流れ的に次のターゲットにバナオくんが選ばれちゃったのかな。すごく失礼だけど、丁重にお断りしたいよね。でも、このままだとバナオくんが子供にされちゃうし、なんとかしないとまずいな。だけど情報が少なすぎる。確か、ニュースでお母さんが泣く女、ラヨローナに連れて行かれたって言ってなかったっけ。それに、水辺に近寄るなって言ってたのだ。水辺に現れて子供を連れ去る幽霊、ラヨローナか。ちょっと、パソコンで調べてみよう。グーグル先生の出番だね。あった泣く女、ラ・ヨローナ。水のあるところに現れる女の幽霊、
生前夫に裏切られ怒り狂った彼女は復讐するために二人の子供を自ら川で殺した過去がある。我に返った女は泣きながら子供の後を追ったがきっと会えなかったのだろう。今も彼女は自分の子供を探してさまよっている。泣く女はプール、バスタブ、トイレ、水があればどこにでも現れる。生き延びたければ決して水に近づくなって書いてあるよ。弱点や対処法とかは何かないの？ここには載ってなかったけど神父さんに聞いたら何かわかるかもしれないな。今日はもう遅いから明日の朝話を聞いてみるといいのだ。でもあとはどうやって明日までバナオ君を守るかだよな。とにかく水がなければ出てこれないみたいだし大丈夫大丈夫って、まずいね。まさか、ちょっとトイレに行きたくなってきたよ。待って待って、今バナオ君を一人にするわけにはいかないよ。バナオ君、ドアを開けたままにするのだ。ちょっとそれは恥ずかしすぎ、すぐ終わるから。ダメだよ、開けるのだ。二人が心配してくれるのはありがたいけどさすがにトイレは閉めたいよね。てきー、助けてー。バナオ君大丈夫？ドアを開けるのだ。仕方ない、まーちゃんちょっと離れてて。まめ、おのでドアを壊すよ。お願いします。バナオ君連れて行ったら許さないのだって。あれ、バナオ君無事でよかったって、無事では済まなかったみたいなのだ。水難事故が発生しちゃったよ。やっぱり新品の履き心地は最高だね。そんなことより一体何があったのだ？泣く女が現れたんだけど、二人がドアを開けた瞬間にどこかに消えていったんだよ。バナオ君が初めて家で襲われた時もそうだったけど、犯行現場を誰かに見られそうになると消えるみたいだな。それならやっぱりドアはこのままにしておいた方が安全なのだ。そんな恥ずかしい思いするぐらいなら我慢するよ。でもいつも使える水が使えないってだけで気がめいっちゃうね。それじゃあバナオ君、気分転換に今日は久しぶりに二人でお風呂に入ろうよ。それならオイラも安心だし、たまには裸の付き合いってやつもいいよね。二人で楽しむのはいいけどお風呂汚さないでよ。任しといてよ。一番風呂はいただきさ。お風呂楽しみだね。よし、服も脱いで準備もできたし早速入ろうよ。洗いっこしようぜ。てひぃ、で、出た、泣く女だ。どうしたのだ二人とも。って、なにこの状況。って、さっさと風呂入らんかい。違うんだよマージャン。出たんだよ泣く女が。でもカッシー君がいるから出ないんじゃなかったの？そう思ってたけど違ったみたい。でもマージャンが来たら消えたね。ん？一体どういうことなんだろうね。とにかく水回りは危険だから今日はみんなお風呂は我慢するしかなさそうだな。危ないからお湯も抜いていこうよ。だね、だけどせめてシャワーくらいは浴びたいのだ。もうまさか、あれから泣く女は現れなかったね。やっぱり水がない場所には来れないんだね。でも一生水を使わないなんて無理だよ。だね、早速神父さんに相談しに行こう。そうだね、早速神父さんのとこに行こうよ。って一体神父さんの家はどこにあるのかな。このすぐ先だよ。よし、それじゃあ行くよ。あ、ちょっと待ってバナオ君、そこ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 、ここめちゃくちゃ近い。大教会って書いてあるね。名前ほど大きくはないんだけど一応教会なんだよ。じゃあ中に入ってみるよ。はる、わあ、めちゃくちゃ狭い感じだけど神父さんがいるね。すみません、泣く女ライオロナに狙われてるんですけど。何か苦手なものとかないですか？泣く女は母親だった頃に子供を殺した過去があるから、子供を襲う瞬間を母親に見られることを嫌うらしい。同じ母親として子供を奪うことに後ろめたい気持ちがあるのかもしれないの。なるほど、まーちゃんが来ると消えるのはバナオくんの母親だと思われていたっていうことか。ママ抱っこしてほしいバチュー。よちよち可愛いんでちゅねーって。誰がママやい。それでどうやったら撃退できるのかな。効果があるのはライオローナの犯行現場に残された木からできたものすべてらしい。木は苗木を生み出す母であり、すべてを見ているライオローナの犯行唯一の目撃者じゃ。
それを使って武器を作ればきっと効果があるぞい。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございました。よし、それじゃあ早速川へ急ごうよ。そうだね、早く撃退しないとオイラたちの身が危ないよね。それにまたいつ現れるかわかんないもんね。って、神父さんがなんか言ってるよ。ナヨローナは夜に力を増すから気をつけろ。よし、川に着いたぞ。でもオイラ、よくここで遊んでるけど木なんてあったかな。きっとどこかにあるんだよって。すぐそこにあるやないかい。立派な木が生えてるね。バラ君いつも何見てたの。川にいるザリガニしか見てなかったよ。とにかく急いでこれを伐採して泣く女対策の武器を作ろうよ。ハヌーン、二人ともすごい速さだね。バラ君ぼーっとしてないで早く掘るのだ。よしよし、やっぱり武器といったらあれだよな。一体どれなの。シャベルかな。いや、さすがにシャベルはないやろ。二人とも時間ないからもう作っちゃうよ。まずは原木を木材にして、こうしてこうすると作業台の完成。これをここにこうして木材で棒を作って、その上に木材をハヌーンすれば、じゃん、できたぞ、木の剣だ。よし、これで泣く女を倒すことができるね。これで安心してお風呂にも入れるのだ。どこからでもかかってこい。しかし現れないね。もしかして昼間だからなのかな。確かにいつもあの女は暗い時に現れるな。神父さんも夜に気をつけろって言ってたしね。帰る？だね、現れないのはいいことだし帰るのだ。それじゃあ一旦家に帰るよ。暇だね。そうだね、ラジオでも聞いちゃう？だね、楽しい音楽とか流れてるかも。本日午後から雨が降るので、お出かけの際は傘を持って歩いてください。雨が降るってことは外に出ない方がいいかもしれないね。だね、前後左右に上下、どこから襲われるかもわからない。化け物退治は明日にお預けってことだね。じゃあ今日は家でゆっくり体を休めようよ。だけど水がないから今日もお風呂入れないのだ。トイレもちょっと我慢できないかもね。もう替えはないのだ。ってまだ漏らしてないやっけ。もしもの話だよ。ん？この音って、わあ、雨が降ってきたみたいだね。とにかく安心安全なのはこの家の中だけだから、いろいろと我慢しようよ。剣の出番は明日までお預けです。なんだか疲れたし眠たくなってきたね。今日はもうできることもないし昼寝でもしようか。そうだね、おやすみ。寝るの早いな。それじゃあ私は狙われてるわけじゃないし、食材の買い物に行ってくるのだ。今日のご飯切らしてたんだよね。行ってきます。了解だよママ。もういないや、まーちゃんも出かけだし、とりあえずお昼寝しようよ。そうだね、おやすみ。おやすみ。バナバナナ、冷た、やめてよバナオくん。何一人で騒いで。あれ、バナオくんのよだれかと思ったら。デカシグ、上見てよ。大変だ、雨漏りしちゃってる。ついでに下も見て。まずい、水たまりになっちゃってる。泣く女が入ってくるかもしれ。聞いちゃったね。そうだ、僕たちには最強の武器があって。あれはチェストの中だよ。しまった。買い物してる間に大雨だよ。二人ともたった今って、あれ、いない。それに水がある。二人とも一体どこに行ったのだ。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。ツイッターとインスタグラムもあるのだ。秘密基地にも遊びに来てくれよな。